玲子さんの制服のポケットから見つかったっていう呼び出し状。犯人がリサさんと間違えて玲子さんのポケットに入れちまったってことか。確かに後ろから近づいたんならリサさんと玲子さんを間違えたって可能性は高いけど。そういえばこれもワープロで撃たれてるよな。ってことは校内にこれを撃ったワープロがあるんじゃないかな。しかしそんなワープロあったかな。ちょっと待てよ、この手紙縦書きになってる。リサさんへの予告状は横書きだったな。古いワープロで縦書きの文章を印字するとインクリボンにはどう残るか。ここにあの文字列解読の鍵が隠されていそうだぜ。あのインクリボンの妙な文字がこの文章になることは間違いないだろうな。試しに並べ替えてみるか。よし、見えた。他の文字はこうだ。この暗号文には2通の手紙が隠されていたのか。
この暗号文には。これがなんか引っかかるんだよ。なんだろう。蓋ね。何の変哲もない蓋だぜ。これが。出どころに関しては怪しいところはないか。本来のドリンク剤に青酸系の毒が混入されていた。死因はこれに違いない。青酸系は即効性の毒薬だ。飲めば即座に死に至る。飲んでから体育館に入り、内側から鍵をかけ、それから死んだなんてことは考えられない。そういえば妙に固く閉まってたな。これ待てよ。自殺する人間が毒薬を煽ってから蓋を固く閉め、さらにポケットに入れた。不自然だ。即効性の毒薬でそんな悠長なことができるか。やはりユミさんは自殺じゃない。誰かに毒を飲まされたんだ。しばらく動かされてないみたいだったな。あまり事件には関係なさそうだが。ずいぶん埃が積もってた。人の使った形跡はなかったな。ちょっと事件には関係なさそうだな。次は状況の検証だ。二つの事件の状況をじっくり考えてみるんだ。玲子さん殺しでは由美さん以外の全員にアリバイがある。状況は絶対不利だ。しかし、なんとも都合よく由美さん以外の全員にアリバイがあるもんだな。いくらなんでも不自然だ。まるで由美さんを罠に陥れようとしたみたいに。問題は玲子さんが呼び出された時間だな。手紙の通りなら10時。この時間にアリバイがないのは由美さんだけだ。そうすると由美さんが犯人と考えざるを得ない。ダメだ、振り出しだ。落ち着いて考えよう。玲子さんの殺害現場は本当はどこだ。この部屋だって特定する根拠はないけど、多分ここだろう。そしてどうにかして犯行現場をごまかしたってとこか。これがある限り由美さんは自殺と考えざるを得ないんだ。つまり由美さんが玲子さん殺しの犯人に他ならないわけだ。由美さんが他殺ならこの密室トリックを破らないと。まず殺害場所だ。由美さんはどこで殺されたんだ。つまり他で殺されてから体育館に運び込まれたわけだ。しかしどうやって。唯一の入り口は鍵がかかっていて、その鍵は体育館の中だったぞ。
天窓が何の意味もなく開いていたとは思えない。きっと犯人が利用したんだ。しかし人間が屋根に登ることは不可能だ。そうすると何か道具を使ったのか。体育館周辺で使えそうなもの、どんなものがあったかな。他には あれをこうして、それからこう、それと、それじゃあ結論だ。よく考えろよ。玲子さんを殺した真犯人は。おそらく彼女が真犯人だ。巧妙なトリックで玲子さんを殺し、由美さんを犯人に仕立て上げたんだ。つまり由美さんを殺したのも彼女ということだ。しかし証拠がないな。まあいっか、ぶっつけでなんとかなるだろう。よし、食堂へ行くか。というわけで、以上の状況から判断すると、被害者玲子さんはリサさんと間違われて図書室で殺害された。容疑者である由美さんは両親の呵責に耐えかねて服毒自殺。容疑者のものと思われる遺書も本人のワープロから発見された。しまった、みんな揃ってる。こりゃいつもの手で行くしかないか。これで間違いないな、毛利君。実に悲しい事件です。過去の因縁にまつわる復讐劇が凄惨な結末を。どうした？いや、これで結末を迎えたわけではありません。なぜなら犯人は由美さんではないからです。真犯人はこの中にいます。今から私が事件の真相を解明してご覧に入れましょう。よし、準備は OK。 行くぜ。由美さんが犯人じゃないなら一体誰が犯人なんだ。まあまあ警部殿、その前に事件の経緯について全て明らかにしておく必要があるでしょう。玲子さんの件で最大の問題は犯行時刻です。鑑識の割り出した死亡推定時刻は8時から12時の間でした。一方、現場とされている図書室は7時から9時半まで人がいたことが確認されています。これらのことと発見された呼び出し状の文面を考え、犯行時刻は10時と推定されているわけですね。そうだ、その時間にアリバイのないのは由美さん一人だけじゃないか。実は玲子さんの呼び出された場所は図書室ではなかった可能性が強いのです。真の犯行現場はまだ分かりませんが、その時間が9時半以前だったことは確実です。ちょっと待ってくれよ。図書室の現場を見たろ。床の上の血だまりを。鑑識もあそこが犯行現場に違いないと言っとったじゃないか。そう、そこがこの事件の不可解なところですが、ともかく何らかのトリックを使って犯人はアリバイ工作をしたに違いありません。おいおい、ずいぶん大雑把だな。すると君は、由美さんは自殺ではなく他殺だというのか。無論です。その根拠は。ドリンク剤の瓶ですよ。
コナンから取り上げた時に気づいたんですが、ずいぶん蓋がきつく締められていた。しかも制服のポケットに入っていたのです。床に落ちていたのではなく、青酸系の毒を飲んで自殺する人間がこんなことをするでしょうか。蓋が閉められポケットに入っていたのは、死体ごと外から運び込まれた証拠なんですよ。しかし現場は完全な密室状態だった。やはり自殺としか考えられんのじゃないか。不自然な点はいくつも発見されています。これらを組み合わせれば密室トリックを破ることもできるでしょう。具体的にはどうやるんだ。今は何とも言えません。しかし私はそう確信しています。そうか、どうも不安だな。じゃあ玲子さんと由美さんを殺した犯人は一体誰なんだ。真由美さん、あなたが犯人ですな。玲子さんに最愛の男性を奪われたあなたは、虎視眈々と復讐の機会を狙っていたのです。ある時リサさんのアルバムから落ちた写真を見つけたあなたは、ユミさんの秘密に気がついた。興味を持ったあなたは二人の過去を調べ、その過程で玲子さん殺害のアイデアをも膨らませていく。犯罪の予告状を用意し、周到に伏線を張り巡らし、玲子さんを殺害したんだ。その後罪を押し付けるため、由美さんを自殺に見せかけて殺したのもあなただ。由美さんが部屋で一人なのを見計らって、見舞いに来たふりを装い、元気づけにとドリンク剤を差し出す。かわいそうな由美さんは何の疑いもなくそれを飲んだことでしょう。失礼ですが、何を言ってるのか分かりませんわ。全部あなたの想像じゃありませんか。何の証拠があるんです。そうだ毛利君、証拠はあるのか。決定的な証拠はありませんが、彼女なら先ほどお話したように二人を殺害することが可能です。しかしそれなら他の人間にもできたんじゃないのか。調べればわかることですよ警部。とにかく彼女を連行して取り調べることです。そうかわかった。真由美さん、一緒に署まで来ていただきますよ。警部は彼女を連行していった。でも俺の心の中に残されたわだかまりはどうしても消えなかった。結局俺は全ての謎を解き明かすことはできなかったんだ。つまりこの勝負は俺の負けだ。